ゆきひょうの旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。アインプロージット乾杯の歌、はじめにアインプロージット乾杯の歌から始めてまいりますので、皆さんビールのグラスを持って手を高く上げてください。さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。Raise your glasses, raise your styles. Ein Prosit, Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Die Krüge!、Oh. Die Krüge!、Oh. Die Krüge!、Oh.到着。会場は横浜の赤レンガ倉庫前。11時オープンで30分前に到着。雨も降っているので空いているかと思いましたが、すでに長蛇の列でした。途中に限定メニューや会場のマップがありましたが、列が進むのでゆっくり確認できませんでした。飲みたい限定ビールなどがある人は公式サイトで確認しておくと良いです。入場。入場料は1人500円です。1人合流できないまま入り口まで来てしまいました。先に全員分のチケットを買い、席を確保してから再入場ゲートで会うことにしました。受付で券売機から出てきたチケットをバンドに交換します。このリストバンドをつければ再入場ゲートで何度でも出入りできます。この時点では外の席はガラガラです。いよいよ会場に入ります。会場から15分、すでに大混雑で空いている席などなさそうです。なんとかギリギリ席を確保。会場。会場の店舗の並びや席などは公式サイトにマップがあります。印刷しておくと良いと思います。各店舗の前ではメニュー表が配られています。とりあえず全部のメニューをもらって回りました。なんかさ、
そうだよね。もうなんか3時間ぐらいオープンしてる感じよね。確かね、この辺だったと思うんだけどな。席に戻り、どのビールにするか、料理は何にするか、作戦会議です。配布メニューのないお店もありました。デリバリーもあります。店舗のスタッフがデリバリーのポップやメニューを持って歩いています。運よく飲みたいビールのスタッフが近くにいれば注文できます。ビール、実は私たちはビールはそれほど飲めません。右がアインガーの缶詰フルーツが入ったフルーツビール、真ん中がデリバリー注文したレモンビール、左も別の店のレモンビールです。紙のメニューがないお店もあるので、歩いてお店を見て回るのも楽しいです。グラスはデポジット制、最初の一杯を注文するときに現金で1000円を支払います。2杯目は同じ店舗ならグラス交換でそのまま飲めるかもしれません。別の店で飲む場合は買ったお店にグラスを返却し1000円を返してもらいます。どのお店も端に返却口があります。気に入ったグラスがある場合は返却不要で持ち帰れます。1000円で買って帰るということです。私はこの陶器のカップが気に入ったので2杯目はこのビールにしました。陶器のカップに 500ml のビール、かわいいけれどとても重い。紙のメニューに包んで持ち帰りました。お気に入りのグラスを探すのも楽しい。でも3リットルのグラスは持ち帰れそうにないです。1リットルのグラスで飲んでいる人は見かけました。食べ物、ウインナーはどこのお店にもありました。メニューや店舗にある写真と比べてちょっと違うものもありました。お店の前でお客さんが受け取る食事を見て良さそうだったら買うのも良い手だと思います。フェストではドイツ楽団のUFO&カレンダーバンドによる4回の生演奏があります。ステージは真ん中、矢印の会場入り口の方を見て演奏されます。私たちの席はステージの後ろ側でしたが、後方を向いての演奏もありました。私たちは休日の12時と14時半の演奏を聴きました。曲目は異なるものでした。短いですが演奏の
の一部をご紹介します。14時半の回では4名ほどがお客さんから選ばれ、ステージでヨーデルを披露しました。Thank you.
これから入場する人が並んでいます。私たちは横浜ワールドポーターズでちょっと休憩して帰ります。帰り道、最後は桜木町駅まで歩く映像でお別れです。エアキャビンに乗ろうと思いましたが、乗り場がわからず駅まで歩いていきました。よろしくお願いします。他の動画もよろしく。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。